はい、ごめんなさい。ちょっと鼻かんでました。じゃあ行きましょうか。なんか、とんでもないことになってきたけど、大丈夫？れ、スウォンジーの鍵じゃん。取れない。何、下に降りろってこと？これ。ここがダクトの中か。 ちょっとごめんなさい。はい、ただいま。意外と広いな、ダクトの中。見えない。ああ、怖いな。なんだ今の音。お、だ、いや、ちっこくない？大輔。ミニチュア大輔。怖い。怖くない？あ、もうびっくりするな。切れんなって。切れてないよ。No turning back now。もう後戻りできない。え、何？振り返るなってこと？ああ、そうだね。あ 何？後ろ向きに帰るってこと？ ああ、そうっぽいね。ああ。慣れたもんよ。お。ああ、ダメだ。見ちゃダメなのね、あれは。リスポンシビリティって書いてた。あ、なんか聞こえる。次の目的地は？読み方合ってる？ なんか俺適当に英語喋ってるけどさ、ユーティリティで合ってるね、多分。うわー、なんか ぐる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 、うわー、もう帰れないじゃん。下だよね。まあ、ひょ、うわあ、丈夫な足腰。開けれないよ。あ、開けれる。わ、これ全部斧だ。斧ってか。ええ。勝手に閉めんなよ。ああ、でも多分大輔が通ってきたのこれぐらいの狭さだったのかな。肩痛い。なんかピクってしすぎて左肩がすっごい痛い。ああ、マジ頭おかしくないぞ。花、カクテルのお花っぽいです。
大丈夫？怪我しない？おお。スウォンジ生きていたのか。何させようとしてる俺に。撃てってこと。仲間だよ。撃つしかないか。撃つしかないかっていうのもおかしいけどね。ごめん。え？なんか急にバイオハザード始まりましたけど、大丈夫？ゾンビ出てこない？て銃持ったままだけど。クリアリング。リーンとかできないのか。大好きかな。何をすればいいの？走れない。ごめんスウォンジー、ちょっと待って、そんなつもりはなかったんだ。そんなつもりはなかったんだよ。出ておいでスウォンジー、ちょっとしたいたずら心じゃないか。え？分かってくれよ、ユーモアだよユーモア。ほら四六時中ギスギスしてただろ。場を和ませようと思ったんだよスウォンジー。どこへ行こうというのかね、スウォンジー。出ておいでスウォンジー。どこにいるんだいスウォンジー。ああ！びっくりした。ごめんなさいね、大きい声出して。俺にも言い分がある。だから黙って聞け。13年間、泥みたいに過ごしてたんだ。飲んだぐれだ。控えめに言ってな。でも突如見えたんだ。街灯に顔が照らされて。500ギガワットの神の力だ。どこかのドブで腫れ上がった俺の死体が見つかる幻覚。震えたよ。それで袖付きシャツを着て住宅ローンを組み、クレジットカードを作った。何もかも揃えたんだ。いい人間になろうとして、親父より立派な人間に子供たちを育てようと願った。信じたかったんだ、最悪の自分より一歩も後退しないって。でも真実はこうだ。規則、運転、日課、クソをこなすため果てしないクソ自暴自虐、愛する妻、素敵なガキの禁酒。教えてやる、お前に一生かけて追い求めた達成感、ゴールライン越えても思ったほど大したもんじゃなかった。さて、おしまいだ。おめえの棚卸しといく。
頭暗くソファーに沈んだあの夜、手にはガラスの破片、カラッカラに出血して死ぬほど笑えた。老いぼれ犬がケラケラ笑う、ケラケラうなり、キラキラの月をこげにする。吐き気、残骸、ゲロ、醜い残酷さ、それがそれ。世界に問題はただ一つ、空っぽの魚。人生最高の日々だった。そう、人生最高の日々だったんだ。隠すもんなんてものはねえ、覚悟はできてる。てめえが何者、俺は見つめられる。でもお前は臆病で自己中なクソ野郎、見えちゃいねえんだろ。俺は小僧を守ってやる気だった。一つでも正しい真似ができたなら、このクソみてえな場所で相手に小さなチャンスを一つでもやれればな。そのうち全部なんとかする。俺たちなら乗り越えられる。クソくらい。こうやって殺したのか。スオンジーさ、結局あの凍結ポット大輔に使おうと思ってたんじゃないのって思うんだけど。いやー、スオンジーマジかよ。荘園が何も結びつけて銃撃つことねえだろう。いや、そりゃ確かにスオンジーも斧持って襲いかかってきたけどさ。結局ジミーが土地狂って今の惨劇を引き起こしたってことか。ちょっとマイクごめん、ずれてた。大輔をけしかけて、けしかけてっていうか、まあ無理に奮い立たせてスオンジーこんな風にして、でなあ、アーニャとはあんなことしてさ、なんかしかもケニーに対してすごい自己れなんか劣等感みたいな感じちゃってるところあるよね。なんかお前はいいリーダーだけど俺はみたいな、なんか嫉妬心とかそういう、あーループしてる。まあなんか複雑、人間臭いんだけど、うわー、血みどろ。おすげ、急に三角、うわー、びっくりした。よーケニー、ケニーじゃねえ、誰だケニーって、ガーリーだ怖いよ、やめてよそういうの。無限ループし始めた、またブラッドボーンのでかい脳みそ思い出した。あとあのウルトラマンに IQ っていうこういう目玉だらけの怪獣いたよねあ、もう音が生々しい、ポチャポチャ言ってる。ちょっと帰りたい、頼む。ゲン、なんか全てこいつの夢で、うお、どこここ、え、汚い話していい、うそになってる俺ごめんなさいね、お食事中の方ダメね、そんなこと言っちゃダメダメ。いやでもハハハハ、だろう、俺はそうなっちまった。栄養の絞りかすだ。ん、あ、ごめんなさいね皆さん、早とちりしました、ゲロでしたすごい見た目してるけど大丈夫。なんかカーリーがいますね。
大丈夫かな、なんか配信時間かなり長くなってるけど、このままいっちゃおうかな。配信時間というか撮影時間。あ、テレビ見てるのカーリーさん。今日はみんな大好きマザーグースの誕生日、マザーグースの誕生日パーティー。すごい、パン屋さんのケーキ見た目も素敵。ん？あ、何？は？意味深、意味深、何食ってんのこれ。ただのお肉でしょ。いや、ちょっと待って、カーリーの足って言った後にこういうお肉の映像見せんなや。全部そういうもんに見えちゃうね。そういうもんなのかも。あ、何？お薬の時間？本気で言ってる？いつかあいつは俺に感謝する。ほう。おう。うわあ、ごめんよー。これをどうしろって言うの？ごめんね、なんかいろいろ試しちゃったけど、ちょっと、はいはいはい、あ、流れて行かせろと。あー、ごめん。あ、じゃあこれちょっと試してみようか。ごめんね、ちょっと何回かゲロっちゃうかもしんないけど、食べちゃって。ここは大丈夫だったってことね。これかな。うん、あー、詰まっちゃった。なんでそんなバルブだらけになっちゃったのカーリーさん。あー、ごめん。こうかな、次は大丈夫だよ。うん、うん、流れて、ごめん、つっかえた。法則性がわからん。あ、いった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 。お、いった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 。こっちだったね。ここからこっちだったね。じゃあここをいじれば大丈夫かな。はい。はい。はい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 。オッケーオッケーオッケー。ああ、通ってる通ってる通ってる。順調だよ。このままいけば大丈夫そう。ごめんねー。ここかな。あ、なんか曲変わった。これっぽい、ここっぽい。流れて、あ、こっち。うん、美味しかったかい、自分の足。そらそうだわ。ん？ん？急にあのあれみたい、あのショップの監視カメラの映像みたい。あのほら、自分が映ってるの見れる、見れるお店あるじゃん。あー、すごいパリコレ。モデルウォークだ。
燃えてますけど。ファイヤーパンチだ。見たことないけど。家に帰りたいな。まったくだよ。ここが家だよ。始めたことを終わらせないか。気にするな。誰かが見つけても俺は悪役を演じるよ。お前どんだけ成人やねん。善人のまま終えられるさ、望み通りに。俺なら止められたんだ。責任は果たすさ。いや、二人でヒーローになれる。チームだろ。お前は昔みたく事故だったんだ。俺ら閉じ込められて、俺が過ちを犯した。そうだろ。すまない、マジですまない。カーリー、懺悔。責任を果たせ。なんかあれだね、いろんなこと、なんかサイレントヒルみたいな感じで懺悔していってんのかな。いろんな目を向けたい、向けたくないこと。ああ、何これでこれをスキャンしろと。すげえ。あ、なんかいる。虫みたいな。ああ、何これを繰り返せってこと？ヒントがねえから分かりづれえな。ちょっと待って、これってさ。今なんかさ、そのジミーが自分の罪の意識に苛まれてるみたいな感じになってるけどさ、これってさ、いや、僕の憶測だよ。僕の憶測だけど、これは生まれてくる子供に対してのあれみたいな、責任取りたくないみたいな感じかな。そういう暗示っていうか、そういう演出。だってほら赤ん坊の声してるじゃん。なに、新たな生命の誕生。うおおおお、なに、うおお、びっくりした。しっかりピッカピカだ。口の中気持ち悪さ一掃したろ。残骸を超え、沈黙を超え、洗い流して、一日中ファイヤーフレッシュ。マウスウォッシュの CM でした。あのさ、こういう考察とかすごい好きなんだけどさ、初っ端、僕がまだ声を出して実況してなかった時の動画だけど、赤ん坊の泣き声がずっと聞こえてたんだよね。で、今回もまあ何とは言わんけど、もろそうだったじゃん。これはあれなのかな、ジミーがその責任から逃れたい、責任を果たせって言ってるけど本当は逃れたいみたいな感じなのかな。なんかそのアーニャとの、まあ双方同意ではなかったっぽいね。なんかちょっとディープな内容だね。あんまりちょっと触れない方が良さそうな気する。え、ちょっと待たない。ちょっと待たない。大丈夫これ。もう、
ちょっと待って待って待って。うわあ、ちょ、バカじゃないの？しかもあれポレ、馬か、馬のマスコットか、あれ。ちょ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 、ゴールどこ、ゴールどこ、ゴールどこ。なんかどこから来るかちゃんと把握しないと。やばい、あっぶねー、ちょマジ怖え。やめろ。これ何が正解？あっ！え？じゃあもう絶対来るやん。もうや、お前やめろよ。キュイバーンとかなしだぞ。あ、社員証だ。スウォンジーと大輔と、あ、これカーリーだろ。びっくりした。進んでいけってか。ダッシュ。やっぱやめよう、行きたい前から来るから。ごめんなさいね、さっきおっきい声出しちゃったけど。ガチで怖いよこのゲーム。変な声出ちゃった。マウスウォッシュがいっぱい。コロン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 。コロンコロンコロン。大丈夫？上からとんでもないもの転がってきたりしない？びっくりした、お前。お、ポレ。ねえ、ボス？やめとこ。僕だよ。他になんて呼べばいい？親父？ちょっと器量に見合わないね。あ、やっぱりこの馬が、なんだろう、子供の暗示なのかな。暗示、暗示っていうか、子供っていうあれなのかな。こんな状況、ポニー運送はおしまいだよ。お前もな。知ってるよ、この苦境をどう考えてるか。とガキっぽく行く。かわいそうに閉じ込められ誤解され。ポレ曰く、すまない。どういうこと？黙れ。カーリーは最善を尽くした。俺だってそうだが、あいつの方がマシだった。今ならわかる。俺たち二人とも何とかできる。俺があいつを何とかする。責任を果たすんだ。カーリー船長、すまない。本気で言ってる？ああ、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 当たり前だろ。俺がやらかしたんだ。でも俺はまだなんとかできる。最悪の瞬間が俺たちを。ちょっと待って、待って待って。どうしたん？本当にそうなら、なんでまだそんなに意識してるの？カーリー、怖っ。結局そうか。うわ、何これ。怖いよな。ジミーがここにみんなを連れてきて、カーリーの足を振る舞ったってことでしょ。あと
頭おかしいぜ。大丈夫？どこに運んでいるのか俺もわからないけど。じゃあなんだこれ、全部ジミーの、ジミーがやらかしたことだったんだ。家へ帰る。 Go home。 カントリーロードや。ちゃうわ、あれは家を出ていく歌やったっけ、ジブリのやつは。もともとのカントリーロードの歌詞で全然違うだよね、確かジブリ版と。そんなこといいや。ユーティリティ、あ、なるほどね。え、俺が入るのかな、カーリーが入るのかな。まあまあまあ、あ、やっぱりそうだ、ね、凍結ポットだね。あ、やっぱカーリーを入れるのか。大丈夫カーリー、きっと大丈夫だ。お前いつも俺を支えてくれたよな。なのにお前を苦しめちまった。みんなを救おうとして。でもこれでお前は生き延びられる。前が言った通り、俺たちなら何度かできる。誇りに思うよ、友であり副操縦士でいられたことを。船長、もう誰もお前を苦しめない。苦しめてたのお前だけどな。俺たちやったんだ。俺やったんだ。詰めたらいけるからさ、お前も一緒に凍結されて20年後にちょっと発見されようよ。ありがとうございました。終わりだよね多分。これにてマウスウォッシング、終了でございます。クリアでございます。いやー結局ね、なんか初っ端からミスリードというかね、カーリーが悪者だってねちょっと思い込まされていたんですけど、結局全てジミーがやったことだったっていう話ですよね。なんかなんて言うんですかね、最後は自分にケリをつけたって感じだったんですけど、まあ途中のダクトとか、まあそのスウォンジーとのやり取りだったりとか、最後まあね、あの生まれてくる赤ちゃんのことだろうねあれは。まあ目を背けたい、認知したくないっていう、そのなんていうのかな、そのジミーの精神を可視化したようなものだったのかな。カーリーに対する嫉妬だったりとか、でもなんか最後はみんなで仲良く配達終わって、なんか自分たちで会社とか立ち上げてほしかったな。おお。Thank you for playing. フォロワース終了。あ、まあフォロワースいったらちょっと見えちゃいけない画面いきそうなんで、ちょっと終了しときますけど。あ、やばい。ちょっと本当に見えちゃいけない画面に、え、そういう終わり、ちょっと待って。え、はい、すいません、ちょっと本当に見えちゃいけない画面が見えちゃったので、まさか終了で本当にゲーム画面閉じちゃうと思ってなくてね、ちょっとデスクトップの画面出ちゃったんでカットしたんですけど、まあね、面白いゲームでしたね。すごい
すごい心えぐられる描写ばっかりでしたけど、胸くそ悪いんすかね。まあちょっとなんかジミーが思ったよりやばいやつだったんですけどね。まあなんかなんだかね、悲しい物語でした語彙力なさすぎ。まあね、無事クリアできてよかったと思う。すごく面白いゲームでした。操作も簡単で WASD とね、基本操作で、まあ、もうマウスの右クリックと左クリックみたいな感じで単純な操作をこなしていきながら、まあ、引き込まれるストーリーでしたね。まあそれとね、この独特な世界観と、まあ、このどこか懐かしさを感じるグラフィックっていうんですかね、そういうのがすごく魅力的な作品でした。とても面白かったですね。じゃあまあこの辺で動画締めさせていただきたいと思います。本日も動画のご視聴ありがとうございました。よろしければね、チャンネル登録と高評価コメントの方よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。